すみません、じゃあ最後にですね、はい、私拝見していた中で、はい、これこの原田要さんの平和への祈りという、こちらの映画ですね、はい、これがちょっと気になって、はい、ちょうど時期が終戦の時期に当てはめてるかなと思うんですけども、はい、これを選ばれて放映に至った経過というか、ちょっと紹介していただけますか。はい、こちらはですね、はい、もともと、はい、長野放送の、はい、NBS の報道をやられていた、はい、ディレクターの方というか報道局長をやっていた宮尾さんという方がずっと撮ってた、撮りためてたものがあったんですね。で、原田要さんというのは長野ご出身で、でもう、はい、去年だから本当生きてれば 100歳で、亡くなってしまったんですけれども、その方がすごいやっぱり太平洋戦争中にそれこそゼロ戦のパイロットをやっていて、まあ、生き残ったということで自ら特攻隊で行ったんです。そうですね、特攻隊っていうか、まあ、そうですね、まあ、で、その時の戦争体験のことを、うん、幼稚園 の、はい、園長さんをやっていて、ずっと子どもたちにダメだよって伝えてきたよと言ったんですね。講演会もやってきた、そういう活動をその宮尾さんという監督がずっと取りためていたものがあったんです。なのでこの機会にちょっとそれを映画化してやろうじゃないかってことで、もう去年ぐらいから準備してたんですね。あ、そうなんですか。はい、で原田さんの命日も、お誕生日か、命日は違うんですけど、はい、お誕生日が8月にありまして、ちょうどこの期間中なんですけれども、はい、なので、まあ、ちょっときな臭いですから、まあこの時期に本当に戦争映画を見たいっていう方もいらっしゃいますし、じゃあぜひ上映しましょうということで、そうですね、時期は本当にまさにそうですね、はい、なので全国で、まあ、一番初めにこの映画を上映していくと、で今後ももしよければこうどんどん全国に展開していくっていう作品なんですよね。そうなんですね。はい、いや実際にね、その戦時中にその乗ってね、はい、特攻隊じゃないんだけど、特攻隊だったんですか。でも、まあ、でもそうですね、自らがパイロット、パイロットそうですよね、うん、そのだから実話というか、うん、はい、生々しい現実があったっていうことですよね。それをずっと、うん、講演してきて、それを蓄積されたものを講演されるってことですね、うん、はい、わ、はい、かりました、はい、はい、よろしくお願いします。はい、7月29日からです、ね。7月29日。はい。はい。はい。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。